長谷博ロは、教育者、プロレスラー、アマチュアレスリング選手、自由民主党所属の衆議院議員、東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会顧問会議、顧問、富山県西都並郡礼中町を生まれ、石川県金沢市育ち、1984年のロサンゼルスオリンピックレスリング代表を経て、プロレスラーとなり、新日本プロレス、 全日本プロレスなどで活躍した。1995年に参議院議員に当選し、政界入り。2006年にプロレスラーを引退。妻はタレントの高見京子。2015年文部科学大臣、教育再生担当大臣入閣東山県西都並郡霊中町出身。1980年3月、清陵高等学校卒業。 1984年3月、専修大学文学部国文学科卒業。卒業後、母校の清涼高等学校で国語科教員として教鞭を取った。1984年7月、ロサンゼルスオリンピックのレスリンググレコローマンスタイルのライトヘビー級で出場、予選敗退した。1985年、ジャパンプロレスに入団。 1987年から新日本プロレスに移籍。1995年7月、自由民主党幹事長の森吉郎にスカウトされ、第17回参議院議員通常選挙に、石川県選挙区から自由民主党の推薦を受けて、無所属で立候補し、民主改革連合現職の淡森隆を破り、初当選する。当初は、会派、自由民主党、自由国民会議、 二ヶ月後に正式に自由民主党所属国会議員となった。1996年11月、全日本プロレスに移籍する。2000年5月12日、衆議院総選挙出馬のため、参議院議員を辞職する。同年6月25日党開票の第42回衆議院議員総選挙に、石川一区から立候補、民主党現職の奥田健を破り当選。 2003年9月25日、文部科学大臣政務官に就任。2003年11月9日投開票の第43回衆議院議員総選挙で、奥田に敗れるも比例復活で再選。2005年9月11日投開票の第44回衆議院議員総選挙に、重複立候補を行わず小選挙区のみで立候補、奥田を破り参戦。 2005年11月2日、文部科学副大臣に就任。2006年8月27日、両国国技館で引退試合を行い、プロレスラーを引退。2006年9月、自由民主党国会対策副委員長に就任。2007年7月15日、スタン・ハンセン・ PWF 会長の優退に伴い、第3代、PWF 会長に就任。 2007年8月、自民党副幹事長に就任。翌月に総裁が、安倍晋三から福田康夫に交代したが引き続き、留任した。2008年8月、自民党文部科学部会長に就任。同年9月10日、2008年自由民主党、総裁選挙で小池由里子の推薦人になったことを理由に、政和県の大会届を提出。しかし、 小池が大会せずに立候補したことを理由に受理されず、幹部預かりにとなり、後に返却された。2009年8月30日投開票の第45回衆議院議員総選挙で、現職、奥田に敗れるも比例復活で4戦。直後の2009年自由民主党総裁選挙で、西村康都氏の推薦人になった2012年9月、2012年自由。 民主党総裁選挙で町村信孝の推薦人になった2012年12月16日投開票の第46回衆議院議員総選挙で奥田を破り御戦。2013年3月17日、PWF 会長優待を表明。2014年9月、自由民主党候補本部長に就任。2014年12月14日投開票の 第47回衆議院議員総選挙で現職の田中美恵子を破り6選。2015年10月、第20代文部科学大臣就任。2016年5月14、15日 G7、倉敷教育大臣会合で議長を務める。2017年4月、自由民主党、石川県連会長に就任。同年8月、自由民主党教育再生実行本部長に就任。 同年10月22日投開票の第48回衆議院議員総選挙で田中を破り7戦。2021年7月、人気満了に伴い2022年3月までに行われる石川県知事選挙への出馬を表明した。新日本プロレス、全日本プロレス現役員退後最初の妻である、三母の格闘家、ビクトル小賀の娘とは離婚している。後に、 作家貢献順の娘である女優の高見京子と結婚している。妻、京子の家系の親族には、長井花風、小葉とくるみ、野村万歳などがいる。子女には、娘がいる。ありがとうございます。